What's going on, guys? Your boy Terabar Reacts here, and we are back with another super reaction of Ippo. Yes. So I hope you guys enjoy these episodes that are coming up. I'm excited to see the Date versus Ippo fight. That's the fight we've been waiting for. The last fight we just watched was between Ippo and Vorg. That was a very interesting fight. He learned a new move, the gazelle punch. So that was pretty awesome to see. The fight was awesome, man. And if you guys that are watching this anime right now, I encourage you guys to check out the new series that I just started on the channel, which is Code Geass. For Code Geass, it is blocked in certain countries, especially I think it's blocked in the US too. So if you guys want to see my reaction of that, there's a link in the description of that video that you can go to and watch the reaction, so you don't lose out on watching me start this new series. So I encourage you guys to go over there, go to the link in the description, and if you guys can't see it, please leave a comment on the video if you can, saying you can't see it or whatever. Send me a message, however you can. Follow me on Twitter, send me the message on Twitter to let me know if you can't see it. If you can't see it, I'll figure it out and let you know, okay? But that link's supposed to be working to the video, so you can go to that video, click on it, boom, you can watch it. It's not on YouTube, okay? If it's blocked and you can't watch it, okay? So let's jump into Ippo, man. I'm excited to see what happens next. Let's go. あれ? 母さん? ここは? 病院だよ? 試合が終わってそのまま入院したんだよ? そうなの? ごめん。 心配かけちゃったね。 本当に心配したよ。 でも気がついてよかった。 ああ。 皆さん毎日来てくれてるのよ。 毎日? あの… ご心配かけました。 もう大丈夫ですから。 おい、まだか? そろそろっす。 時間には正確なはずですからね。 あれ? 何そわそわしてるんだ? 検診です。 あ? ああ、 幕之内くん起きたのね。 ええ。 毎日ご苦労様です。 They're here for the nurse. 熱が下がったようですから、もう大丈夫ですね。 ありがとうございます。 安心してください。 あと数日で退院できると思いますよ。 なんだ? 看護婦さん目当てか。 じゃあ、幕之内くん。 尿を取りましょうか。 え? 看護婦さんが今までこれを… あっ! 下がってください、レイコさん。 よし、青木! いつものように絞り出してやれ。 いつものようにって! 初めはすごく大きいから怖かったけど もうすっかり慣れちゃったわよ。 自分でやってきます! なんで、せっかくの親切を。 ああ、日取りは一歩が退院してからか。 こっちは4人。 念のためそちらの頭数なんですけど。 任せて、ちゃんと合わせるから。 そうだ、後輩に身内がボクサーだって子がいるの。 話が合うかもしれないから、その子も連れてくわね。 じゃ、そろそろ行かないと。 よろしくお願いしますね。 楽しみね。 忘れちゃいましたか? いえ! その… 真島さんの妹さんですよね? 覚えててくれたんですか? あ、はい! 私もよく覚えてます。 絶対悪い印象だよ。 あの試合見てるもの。 あの試合の後、兄さん… 幕之内、見てろ? 覚えてろ? って… 呪文みたいに繰り返すものだから。 幕之内… あ、でも… 気を悪くしないでくださいね。 試合の勝敗のことで、 私も、きっと兄さんも 幕之内さんのことを恨んでませんから。 あれから兄さん、 すごくボクシングに対してひたむきになったんです。 だから私も、 前より素直に応援できるようになったんです。 そうですか。 あ、そうだ、 マシマさんの A級トーナメント
どうなりました？優勝したんですね。ええ、うわあ、さすがだな。いやー嬉しいです。真島さんが頑張ってると思うと励みになります。あと、はい、本当はこっちの方が痛くて、その幕の内さんの元気な顔を見れてほっとしました。ずっと気になってたから。She just spilled the beans on herself. 僕のこと気にしてたって。あんなに顔真っ赤にして、いけないいけない、いつものぬか喜びにはまるとこだった。でもひょっとして幕の内さん、はい、はい、前開いてますよ。Every time, bro. そういうことか。マクノッチさん、すごい悪いんですか？いや、なんでもねえ。おい、あの子確かマシバの妹じゃん。Oh, it's over. It was safe. そっか、身内に僕さんがいる子って。いや、すいません。一歩のやつ何か用事あるみたいなんですよ。一歩くん帰っちゃうの？あ、いや、しゃないっすよ。ま、残ったもんで楽しくやりましょうよ。高村さんも行きますよ。さあ、行きましょう行きましょう。いや、マッサージ機か、いい話だな。うん、残念だな。せいぜい親孝行するんだな。じゃあいいですか、男子諸君。スコアのいい順に女の子を誘うってことで。何ですかそれ。冗談じゃねえ、俺は乗らねえぞ。あれ、逃げるんですか。高村さんらしくないな。上等だ、乗ってやろうぜ。はい、決まりっすね。何が公平だ。青木が幹事やるって言い出したわけが分かったぜ。は？野郎のボーリングの腕は半端じゃねえんだよ。その昔、ノーミスの青ちゃんって呼ばれてたぐらいだ。ノーミスの青ちゃん。お前もしっかりやれ。ビリになったら地獄を見るぜ。間違いなくババを引くことになる。そんな。お前のアベレージは？やったことないんですよ。よし。But you already know that Aoki loves the ugly. だがトップの Aoki に追いつくのは無理だ。2位は譲れねえな。お、やりました。初めてストライク取りました。はいはい、おめでとう。やった、3連続。すごいマクナッチさん。なんとなくコツが。マジかよ。マグラに決まってんだろ。やったー、5連続。バカな、俺がぶっちぎりでトップ。高村さんと木村が155点で2位同着ってことは、一歩がこのラストフレーム3ピン以上取れば逆転2位か。そうなんですか、頑張ろうっと。ちっ、のどかな面しやがって。てめえの一投で俺たちの地獄行きが決まるってのに。この一球で全てが決まる。外せ。天国か地獄か。外せ。いけ。Real Ippo。プレッシャーに負けた。やったぜ。というわけで、私らから女の子を誘わせていただきます。クソ、どっちだ。レゴさんか。この後しますか。You already know that Aoki was gonna go for her, so I don't know why they're so worried. あいつがマニアックってこと忘れてたぜ。ゲームの意味ねえじゃんか。はあ。じゃ、俺たちはここで。おう、ちゃんと送ってけよ。俺はレイコさん送ってっから、お前はクミちゃん送ってけ。え？ちゃんと家までな。家まで。めったにないチャンスだ。ビシッと決めろよ。決めるって。じゃ、そういうことで。
退屈だろうな。なんか話さなくちゃ。はい。ありがとうございました。うちここですから。あ、そうですか。そう、それじゃあ。Seriously, Bo? 何もなかった。こんなもんさ、こんなもん。あ、はい。あの、よかったら寄っていきませんか。あー、いげんインバイト。よ、寄っていくって確かクミさんちって両親いないんじゃ。兄さん帰ってきてる頃だし、久しぶりに会っていってください。兄さん忘れてた。どうぞ。なんか恥ずかしいな。幕の内さんの写真飾ってあるんですよ。え、おはよう、一歩くん。そんなラブコメパターンがあるわけ。兄さんそれ見ていつも気合い入れてるんですよ。そうですか。あれ、兄さんまだ帰ってないのか。あ、座っててください。今コーヒー入れますから。よかった、お兄さんはまだか。待てよ、ということは二人っきり。いくつですか。え、あ、19歳です。お砂糖の数ですよ。間違ったとは言い受けたぞ。それにしても笑うとめちゃくちゃ可愛いな。足りないチャンスだ。やめれない。ビシッと決めろ。ビシッと決めろったって。どうかしました。え、別に。もしかして。あ、いや、兄さんに会うの怖いんじゃ。いえ、そんな。なんかごまかしてるみたい。いえ、そんなんじゃないです。お帰りなさい、兄さん。なんちゃって。ほら、やっぱり。怖がってないですって。そうですよね、試合勝ってるんだし。いや、もう一度やったらどうなるか。真柴さんのフリカはすごいですからね。新人王の時もあれを完璧に攻略したわけじゃなかったし。でも今の僕がどこまで通用するか楽しみではあるけど。なんて、ちょっと調子に乗っちゃいましたね。乗りすぎだ。すいません、申し訳ありません。楽しみだと。なんなら今やったのか。とんでもないです。もう帰りますから。お邪魔しました。もうお兄ちゃんのこと待ってたのよ。そうは見えなかったぞ。Yo, イポーデッド、びっくりした。今日はもう帰って寝よう。この時間だとタクシーか。どこで拾えばいいんだろう。あ、どうも。あ、僕悪いことしてません。ビシッと決めたりしてません。なんだそりゃ。話くらいと思ったのによ。え、今度はお互いタイトルマッチだろう。俺は取るぜ、てめえも。あ、もしかして激励してくれてる。勘違いするなよ。あくまでもてめえをぶち殺すのは俺だってことよ。わお。じゃあ。どうも。そうだ、次はタイトルマッチなんだ。そろそろ体を動かさなくちゃ。そういえば青木さんはどうしてるんですかね。うまい。青木くんか。どうせ振られて落ちて泣いてるんだろうや。お、そうだ、電話してみんなで笑ってやろうぜ。悪趣味ですよ。なんで僕がかけなくちゃいけないんだ。はい。あ、すいません、間違えました。あれ、何やってんだ。あせ。The girl who answered the phone. しかし、あいつだけうまくいってたら笑えないっすね。あの女とは？そっちの方が笑えるぜ。おう、奥か！俺様だ！あ、ちょっと待ってください。ねえ、青木くん、俺様って言ってるけど、ねえ、起きて。状況から
から行って止まったみたいですね、あの女。止まったって青木さんの部屋に。ということはまさか。はい、青木ですけど。さて、練習始めますか。あれ、もしもし、もしもし、青木です。もしもし、もしもし、青木です。ラララララAlright, well there you go guys, that is the first episode of episode 51. Interesting episode to say the least. The Champions Carnival, that's what it's called? Champions Carnival is coming up next. I want to see a full fight of Takamura, man. We have not seen a full fight of Takamura. Want to see a full fight with him. We've seen him knock a guy out in like 2 seconds. That's about it. But hopefully this one is going to be pretty awesome. In the next match, I don't think Ippo is going to be fighting Date in the next one, because they didn't mention that at all. But it was really interesting. I'm glad that Ippo kind of somewhat has a girlfriend now. So something to kind of calm him down. It's good to have a good woman beside you, you know, helping you become even stronger, supporting, have a good support system. He already has a good support system, but, you know, with this girl now that he really liked from, like, you know, back, way back, you know, and now he's a pro. And so that's pretty good to see. You already know Aoki always pulling the ooglies, you know what I'm saying? He always pulling the ooglies. So ain't nothing wrong with that, you know what I'm saying? Ooglies need love too. So definitely looking forward to the next episode. Let's jump into it right now. Okay, so I just realized that episode 52 is off. It's a flashback. Date reminiscing on Ippo's matches. Okay, so we're just gonna jump into 53. Hopefully story progression is happening. That's what I'm here for. I'm not here to watch Ippo's fight all over again. I think they did this for episode 31 also, which threw me off completely, and I think I didn't even upload that episode. I just passed by it because I was like, why would I react to something that I've already seen? I've seen Ippo's fights. I don't know why would you let, and I mean, you can't imagine watching this show and you have to wait a week and then they come with this bullshit. After a whole week you're sitting down waiting, and then all you come and it's a reviewing of all the fights you watched of Ippo. Come on, man. They need to stop doing that stuff in anime. I don't know why they do it. I mean, I guess it's to catch up with production. Maybe they couldn't get an episode out in time. Maybe the animation wasn't done. Whatever the situation is, maybe it was a holiday and they needed to put something on. They just, you know, did whatever. But we're going to jump into episode 53 right away. So, 待ってたぞ。久しぶりだな、それをつけるのは。これつけて走りゃ酸素摂取量が激減して心臓に負担がかかってスタミナがつく。幕の内はスタミナの化け物みたいなやつだからな。注文通りライト級ジュニアウェルター級のランカーだ。ありがとうよ。しかし2階級以上の差だぞ。やっぱりヘッドギアをしねえか。調子いいっすね、伊達さん。ああ、6年前の状態にはまだ遠く及ばねえがな。遠く及ばない？2階級へのランカー寄せつけてないっすよ。年には勝てんさ。29歳、やつも現役サイコさんの一人。衰えて当然だ。衰えた？だがな、近頃6年前の姿と瞬間的にダブって見えるようになってきた。やつは本気でピークを取り戻す気よ。もし取り戻したら。そうだな、その時は敵ながら気の毒だよ。幕の内が。
ニーランドで TKO だなんて。相手が悪かったって言えばそれまでだがな。そのチャンピオンは未だに無敗で連続防衛中の怪物王者よ。だがその頃のおっさんは相手がそんな玉だとはさらさら思っちゃいねえ。東洋に敵なしの肩書きで意気揚々とメキシコに乗り込んだ。ところが蓋を開けてみりゃ、リングに立っていられたのは4分少々。おまけに血まみれ。ショックだったんだろうな。それから約4年、ボクサー伊達英二はリングから姿を消した。何か参考になったか？いや、あっけに取られちゃって。僕から見れば伊達さんだって怪物なのに2ラウンド KO だなんて。まあ、お前はラッキーだぜ。6年前すぐに再起してりゃ、今頃おっさんは世界のベルトを巻いていたのかもしれねえ。それだけの才能と実力があったからな。衰えていると。もう29歳だからな。年には勝てねえよ。そうでしょうか。あ、だからこそ怖い気がします。さて、どう戦う？伊達さんは弱点なんかなかったし、作戦も立てようがありません。でも伊達さんとのタイトルマッチを目標にやってきたから、今までやってきたことを全部出し切ろうと思います。僕は挑戦者ですから。どうだ、マスクの効果は？きついぜ。だがメキシコは空気が薄いからな。このぐらい心臓をいじめとかねえと。なあ、そりゃそうと、この辺に電話ねえか？電話。またかよ、さっきかけてばかりじゃねえか。それとも愛妻の声聞かねえと練習にも身が入らねえってか？うるせえな。あいつはあれで病弱だからよ。腹の子のこともあるし気になるんだよ。やっぱ日本チャンピオンって肩書きだけじゃ生活苦しいからな。妙家のお嬢様なのに明るく頑張ってるよ。ああ、あいつには苦労をかけちまった。愛子さん、お前のことを信じてんだよ。世界取りゃ少しは楽させられる。生まれてくる子供だって胸張って抱けるぜ。ああ、胸を張れる。祝福された結婚じゃなかった。でもこれでみんなが認めてくれる。世間もあいつの親も。必ず世界チャンピオンになってみせる。すげえ騒ぎだな。周り中みんな敵ってやつだぜ。落ち着いてくれよ、親父さん。え？雰囲気に飲まれてるぜ。この野郎、初めての世界戦に全く気後れしてねえ。日本立つ時によ、愛子に電話かけたんだ。ん？絶対勝ってこいって言われるもんだと思ってたよ。ところが勝っても負けても無事に帰ってきてくれって。死んでも持ち帰ってやる。あれを。Sir? Not 折れた花の方がくっつくだろうが、傷は残っちまうかもな。So that's how he got それにしてもすげえアッパーだったな。元気出せ、お前はまだ若い。また這い上がればいいさ。チャンスは必ず巡ってくる。何にもできないまま終わっちまった。一番ショックな負け方だ。愛子に。うん、愛子に会いてえな。ああ、そうだ。元気つけてもらえ。出直しだ。過労から来た貧血です。
階段から倒れて打ち所が悪かった。幸い母体は助かりましたが、胎児の方は。なぜ連絡してくれなかったんだ。連絡するなと本人に強く言われまして。だって understand how that could take a toll on anybody. Oh, Yuji! まだ起きてたのか。パパが帰ってくるまで寝ないって頑張っちゃって。しょうがねえな。じゃあ特別に絵本読んでやるぞ。やっと寝たよ。お疲れ様。アイコ、昇進の話な。どうやら本決まりらしいぞ。我が社始まって以来のスピード出世だって。サラリーマンも結構やりがいあるもんだな。どうした？喜んでくれないのか？うん、嬉しいわ。おめでとう、あなた。世界チャンピオンベルトを巻いて、そしてリング上で子供を抱き上げている。ユージじゃない、生まれなかった、いないはずの子。珍しいわね、お酒なんて。ああ、寝つけなくてな。君もどうだ？懐かしいわ。まだ現役であなたが勝った時、ほんの少しだけ二人でこうして飲んだよね。ああ。楽しかった。あの頃。今は？幸せよ。あなたは前よりよく笑ってくれるようになったし。そうか。いってらっしゃい。いってらっしゃい。どうしたの？捨てる。捨てる？なんで？それ大切な記念品じゃない。もう必要ない。もう必要ないんだ。いやよ、捨てないで。アイコ。あなたに必要なくても私にはあるわ。大切な思い出だもの。だから必要ないだろう。俺はもういつだってそばにいるんだから。そばにいる。そうさ、君だって言ってくれたじゃないか、幸せだって。あなた気づいてないの？あなたは3年前メキシコに行ったまま帰ってきてないわ。新しい仕事について私たちのためにすごく頑張ってくれたわ。ユージが生まれて穏やかで幸せな日々が続いた。だけどあなたがいないの。自信とエネルギーの塊だった伊達英二はあの日メキシコに行ったままなのよ。アイコ、このままでいいの？月日が経てば世間の人はあなたがボクサーだったことを忘れていくわ。だけどあなたは忘れられない。夢を諦めて忘れたふりをして生きていくのよ。いいんだよそれで。ユージは本当の父親の姿を知らないまま育つのね。本当の姿だと。できることなら見せてほしい。私にも、ユージにも、生まれてこなかった、あの子にも。She pregnant again?
26歳か。ギリギリ間に合うかもしれねえな。バカな、何を言い出すんだ。申し訳ないです。お世話になりました、兄さん。エイジ君、アイコは何と言ってるんだ。エイジ君。もういいの持ってたのに、負けたらあっさりやめちまうた。いねえかねえ、どこかに骨のあるやつが。だってこ、また世話になるぜ。世話になるって。俺が俺であるためにカムバックだ。日本最短最短復帰2戦目での最短です。あの伊達英司が帰ってきました。 There you go guys, the end of 53. We're gonna jump into episode 54 immediately. That was definitely a good episode to watch because of Date, Date, DJ, whatever his name is. Very interesting, his backstory. So I'm glad they explored that. This is one of the things that this anime does very well, is to show the opposite side of things. Because it's not always just a bad guy, you know what I'm saying? I don't think Ippo has fought anybody that I would consider, like, over the top, just terrible. Like Mashiba was trying to go there, but then when you learned about him and learn how he became who he is, you know what I'm saying, he has a sister that he's trying to take care of because they're, it seemed that they don't have no parents, so understandably you can understand why he puts on this tough guy situation. It's kind of like the bully that was bullying Ippo, you know. It's kind of like the same situation, but better. You know what I'm saying? Yeah, so I'm glad that they do that in this anime. Like, I've yet to meet someone that's just straight up just a terrible individual. Like, everybody that when you learned how they became who they are in the anime, you know, or this day, you know what I'm saying? It's crazy how they bring their past life to life to let you kind of understand where their perspective is coming from, which is awesome in this anime. So episode 54 is next. We're going to jump right into it. So let's go. How are things? Takamura, また戻った。いつものキレがない。挑戦者のフォローをまともにもらいます。ああ、くそ、いつもと逆の展開だぜ。やっぱり無理な減量が響いてんだ。玉木の右アッパー、追い出される。まずい、打ち返さなきゃ。チャンピオン、たまらずロックから逃げる。高村さんが逃げるところなんて初めて見たぜ。なりふり構っていられないぐらい調子が悪いんだ。高村さん並みの右だぞ。あれをまともにもらうわけにはいかない。挑戦者を追い払うようにジャムを出す。不用意だ、左ガードが下がってる。狙われる、出るとはいただく。チャンピオンの首がねじれた。高村さん。ものすごい競争で仁王立ち。ここでゴング、挑戦者玉木優勢のまま第1ラウンド終了。ホールがどよめきます。チャンピオンの高村は今日 KO で飾ればデビュー以来12連続 KO という記録を更新します。
しかしあまりに不調、記録どころか王座防衛も危うい展開です。こいつはマジでヤバいよ。コンディションが悪すぎます。いくらなんでもバカ野郎、どんな状態だろうが高村さんは勝つんだよ。あの人は俺たちの目標だぜ。絶対に負けねえよ。ああそうだ、絶対に勝つ。はい。こっぴどく撃たれたろ。深刻な面すんなよ。俺様があんな奴に負けるわけねえだろ。高村さん頑張って、ファイトしよう、ファイト。燃えろ。あそこでブサイクな応援してるバカトリオにも伝えといて、大船に乗った気分でいろとな。高村丸が不沈艦だぜ。貴様に技術面で言うことはもはや何もない。セコンド、ほら出ろってよ。最後まで聞かんか。言いたいことは分かってるよ。高村さん、ラウンド2。高村が出た。体ごとぶつかる。やーっと、しかし逆に押された。教官の高村が当たり負けしました。全然体に力が出ねえよ。玉木ロープに押し付けてねえんだ。王座たちに向けて暴走。高村さん、嘘だろ。高村手が出ません。ロープ際でサンドバック状態だ。倒せる。本調子ではないにしろ、現役国内最強と言われるこのチャンピオンを俺が倒せるんだ。うらっ、よし。ダウン寸前の人間の目じゃねえ。俺のパンチが効かねえってのか。それとも何か誘ってやがるのか。頑張ってください、高村さん。やべえ、マジで気絶しちまってた。この野郎、今までなんで踏み込んでこなかった。そうか、ビビりやがったな。撃ってこい、俺。やっと高村、玉木を挑発。しまっ。どうした玉木、攻めません。うまい、目のフェイント。挑戦者に迷いが出たわい。聞いてないわけがない。もう一息で倒せるはずなんだ。もう一息で。ゲリロ、全然手が出ねえ。やっぱり効いてんじゃねえか。手を出してよ、高村さん。何やってんだ高村さん。入ったカウンター。これは効いたか。チャンピオン崩れ落ちる。高村さん、No way。 僕に言ったじゃないですか、チャンピオンには特別な力があるって。見せて、見せてください。もらったローデ。高村の一発だ。アッパーを振り切った。挑戦者が迷いを見せた。そこを狙った。やられた。だがダメージは向こうの方が上のはず。足が。小物なりに必死こいて俺様を目指してやがる。俺様は目標であり続けなきゃならねえ。チャンピオンだって聞いてるんだ。俺だって死に物狂いで練習してきたんだ。同じ人間なんだ。倒せないわけがないんだよ。チャンピオンってのはな、背中にいろんなものを背負ってんだ。何人もの人間が武士にしがみついてんだ。
ャンピオンの拳は特別なんだよ。同じじゃねえんだ。もしかしてチャンピオンの拳は特別だって言ったあの意味を喋ってくれるかもしれない。いや、ちょっと余裕見せただけですわ。客のために盛り上げなきゃいかんと思ってよ。おめえら少しは楽しんだか。何言ってたバカ。週刊誌読んだぞ。女の死追っかけてるから減量失敗するんだよ。ボクシングファンもなめんじゃねえぞ。ダメだ、何かいう雰囲気じゃないや。いや、チャンピオンだよ。さあ言ってくれるのか。インタビューやる子気をつけろ。そいつはリングの上でもナンパするぞ。大丈夫大丈夫、またホテルの前で逃げられるから。気にすんな。俺様がモテねえとでも思ってんのか。ほら見ろ、喜んでんじゃねえか。俺嫌がってんじゃ。セクハラだぞ。This guy, man. この試合だ。てめえらがいなかったら、俺様のパンチももう少し軽かったかもしれねえ。チャンピオンって看板にはいろいろなもんがついてくる。期待してくれるやつ、夢を託してくれるやつ、目標にしてくれるやつ。そいつらの思いが全部拳にこびりついてんだ。思い。意味がわかるか。チャンピオンの拳には例外なくそういう重さがある。とりわけおっさんの拳は重そうだぜ。確かに重く感じた。ずっしりといろんな人の思いがこびりついてる拳。僕のはボクシングが好きで、でもそれだけの拳。勝つためには挑戦者はどういう気持ちで戦えばいいんだろう。はい、もしもし。負けちまったよ。え、どうしたんですか木村さん。ジュニアライト級のチャンピオンが負けちまったんだ。マシバがチャンピオンになっちまったんだよ。マシバさん勝ったんですか。すごいや。バカ野郎、俺の気持ちにもなれ。人間じゃないやつと戦うのを目標にしなきゃなんねんだぞ。そんな、あいつがベルト巻いたところを想像してみやがれ。今ものすごいものを想像したろ。はい。とにかく俺はこれから打倒マシバだ。じゃな。そっか、マシバさんチャンピオンになったんだ。聞いてみたいな、チャンピオンの拳は重かったか、どういう気持ちで戦ったのか。あ、はい。こんばんは、マシバです。え、妹のクミです。あ、久しぶりです、こんばんは。今日兄の試合があったんですけど。聞きました、チャンピオンになったって。おめでとうございます。ありがとうございます。あの、それで祝勝会の用意してあるんですけど、お兄ちゃん友達とかいないから誰も来てくれなくて。よかったら来ていただけませんか。Nobody know that that never works. いかん、浮かれてる場合じゃないんだ。タイトルマッチの感想を聞きたいんだ。出てこない。
Tumbleweeds. Makunouchi desu kedo. Haide yo. Hai. Ojama sasete itadakimasu. Eerie. なんで真っ暗なんだろう。 That's what I wanna know too. まだ張ってある。きっと急に明るくして驚かす計画なんだ。座れよ。あ、はい。Why are the lights on? あの、クミちゃんは。ジャン。あ、いえ、その妹さん。なんか買い出しに行ったぜ。ああそうですか。今日は本当におめでとうございます。いや本当とうとうチャンピオンですね。どうでした、相手の手応えは。すごく強いチャンピオンだって聞いてました。何ラウンドで倒したんですか。早く帰ってこないかな。7ラウンド。え、7ラウンド KO、 すごい。でもチャンピオンもすごいですよね。階級を上げた真柴さんと7ラウンドも戦うなんて。やっぱりチャンピオンって特別なものありますか。気迫とか威厳とか、例えば拳の重みが違うとか。大したことねえよ。そうですか。俺はいつも通り戦ったまでだ。早く寝ちまえばよかったのによ。粘るもんだからぐしゃぐしゃにしてやったよ。タイトルマッチでもいつも通りか。さすがに言うことが違うな。どうしたの、枕にしちゃって。幕の内さんいらっしゃい。お邪魔してます。今日はすいません。お兄ちゃんの職場の皆さんが後日祝勝会するって言ってくれてるんですけど、どうしても私が当日にやりたくって。いやこういうことはやっぱり当日でなくちゃ。真柴さんも試合疲れがないみたいだし。楽して勝てた顔じゃない。さっきまで死闘をしてたんだ。7ラウンド21分間死に物狂いで戦った人の顔だ。あのベルトは命がけで奪ってきたものなんだ。あ、はい、景気よく行きましょう。どうぞ。お兄ちゃん、チャンピオン、おめでとうございます。怒ってる。こういうの好きじゃないんだ。今日はハラハラでした。私まともに見れなかったもん。チャンピオンは5回も防衛してましたからね。でも7ラウンド KO だもん。さすがだな。今日は本当にありがとうございました。なんか帰って真柴さんの機嫌を悪くしちゃったみたいで。そんなことないです。喜んでましたよ。ほら、眉間にシワいっぱい寄せていたでしょ。あれ、笑いたいのをぐっとこらえているんですよ。最近あんなにシワ寄せたことないんですよ。あれで喜んでるのか。でも兄弟っていいですよね。こういう祝勝会とか一緒に喜んでくれる人がいて。僕一人っ子だから。幕の内さんももうすぐですね、タイトルマッチ。あ、はい。私祝勝会やっちゃいます。今日のお礼もあるし絶対お祝いします。え、うわ、今すごく可愛かったな。でも僕の場合勝てるかどうかわからないし。お兄ちゃんだってきっとそうだったと思います。きっと試合前はすごく不安だったと思います。でもいつも通り頑張るだけだって、本当に普段と変わらずに家を出て行って。あ、何言ってるかわからないですよね。いつも通りか。
結局それしかないのかもしれない。練習でやるだけのことやったら、リングの上でそれを精一杯出すだけだ。相手が誰だろうと、いい試合をしよう、悔いの残らない試合をしよう、それは変わらないんだ、いつも通りだ。ここでいいです。少し走って帰りますから。マクナッチさん、頑張ってくださいね。チャンピオンになってくださいね。頑張ります。マクナッチのリバーブローには定評がある。ただし打てればの話だ。リバーブローは打とうとすると一瞬オープンガードになる。伊達はそこを見逃さない。なぜなら心臓があるからだ。ハートブレイクショットをねじ込んでくる。それにあれだけ縮こまったら左が打てないぜ。よっしゃ飛び込み。そうじゃ首っちり持っていくぐらいくっつけ。コークスクリューブローを打つには距離がいる。それだけくっつけば怖くない。はい、よし続けろ。さすが会長、左を封じられてるのをお見通しか。左はガードに専念させてくっついてスクリューブローを殺す。だけどそれだけくっついたら自分のパンチも威力半減だぜ。パンチを打てる隙間がほとんどない。よっしゃそれまで。 What's that? 驚いた。そういや拳の大きさ、わずか10センチあれば人間を倒せるって言ったチャンピオンがいたっけ。あの距離で全ての力を拳に集約させる、強靭な足腰を誇る幕の内ならではか。こいつは試合が楽しみだぞ。高村さんは守った、真柴さんは取った、次は僕の番だ。All righty, well, there you go, guys. That is gonna be all the episodes for IPPO this weekend. I'm gonna try to get the Date fight up before the end of the week. I promise you guys that. Hopefully, I remember to actually do the reactions. but for now, I can't record anymore right now. But definitely, that was a great fight between the Takamura fight. I still would like to see a more extensive fight with Takamura, though. More extensive, you know what I'm saying? Like last a couple of episodes, just to give him some shine, you know. But I'm also in anticipation of the fight between IPPO and Date, because that's going to determine, you know, how things are going to move forward. Because, I mean, if IPPO becomes a champion, you know, how does the series go from here? You know, him attaining the belt. I mean, he's just going to be the Japanese champion. You know, there's still the world title out there. So I guess that would be the next step. But at the same time, I'm really, really loving, really, 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 really loving this anime, man. This anime is great. It's written so good, so good, such good storytelling, even though it's just bashing. And, you know, leading up to the fights is great. The storytelling, the filler episodes are great, too. Except for the flashback episodes. The flashback episodes, you know what I'm saying? Not telling a character, you know, backstory. I'm talking about, like, the episodes where they're, like, somebody's telling IPPO's... They're just talking about IPPO's fights, the past fights. You know, like they're trying to catch us up on the series. It's like, dude, we can just watch the episodes, the past episodes. You know what I'm saying? So it's just weird. You can't imagine just sitting down waiting for a week and then they show an episode like that. You're like, come on, bruh.
I used to hate when they do that in Naruto, man. And you just wait a whole week for them to come do some stupid filler, you know? And then it's weeks of filler. You know, I used to hate that, even though I still watch the episodes. But still, this was a great... unfortunately, you guys are going to get only three episodes because I had to sit through that reminiscing by Date in episode 50. What was it? 52. So, yeah. You guys could have gotten four episodes, but you get only three. I'm sorry. But definitely, I'm going to try to get to see if I can react to the Date fight before next weekend. So, see you guys next. This is the first time you're watching one of my Ippo reactions. Definitely, as I've said before, at the beginning of this video, I told you guys, I'm also reacting to Code Geass. So all you anime fans out there, go and support that video. Also, just go to it. If it's blocked in your country, all you have to do is go to the link in the description and it will send you to the video, not on YouTube. I upload elsewhere so people who can enjoy it can go there and enjoy it. Okay, so thank you guys for doing that in advance. And also comment on this video, like this video, and also subscribe if this is the first time you're watching me react to anime. Okay, you already know, it's your boy Terabyte Reacts, and peace.